ガツンとみかんに負けないジューシーさ、丸ごとジューシーみかんを作っていくよ。みかんの皮を剥くときは上のヘタの方から剥いていくと白いワタワタが取れやすくなります。皮を剥いたみかんはそのまま使っても大丈夫なんだけれど、今回はジューシーさをより引き出したいのでお湯を一度かけていきます。そして食品用の重曹をかけると白いワタが取れやすくなるよ。ツルツルプリプリ生まれたてみかんの誕生です。水気を拭き取ったらレモン汁をかけていくよ。みかんってビタミン C も食物繊維も豊富で、食べる美容液と言っても過言ではない。みかん汁も絞ったらよく混ぜてラカントにまぶしていきます。こちらはお砂糖でも代用 OK、 余った分は冷蔵庫に入れて再利用してますよ。確かにまぶす作業大好きなんだよね。楽しそうでしょ。パッドの中に入りきらなかったので1個そのまま食べてみたら口の中でパシュって広がって、もう最高に美味しかった。もちろん凍らせたのも周りガリガリ、中からじゅわっと果汁と果肉が溢れ出してくる。見た目も可愛いし、そんなに甘くないみかんだって美味しく食べれちゃう。ぜひ作ってみてね、うん。